どうも、宇宙ヤバイチャンネル、中の人のキャベツです。今回は、火星には巨大なリングがあったかもしれないというテーマで動画をお送りしていきたいと思います。リングといえば、真っ先に思い浮かぶのがこちらの土星だと思います。際立って美しいリングを持つこちらの土星を筆頭に、同じ惑星である木星、天王星、海王星にもリングがあると知られています。一方で、水星、金星、地球、火星の4つの岩石惑星については、リングが確認されていません。基本的に人気惑星のランキングの上位はガス惑星が独占してるんですけど、岩石惑星にももしリングがあれば、もう少し魅力的に思われたかもしれませんね。ですが、つい最近の研究によって、実は火星にはかつて巨大なリングがあった可能性があるというふうに判明したようです。あの火星にもリングがあるとなると、まあ、本当にワクワクする発見だと思います。では、なぜこの火星にはかつてリングがあったかもしれないというふうに考えられたかというと、その鍵は火星の衛星であるダイモスの軌道にあります。こちらですね。今軌道が表示されているんですけど、これがダイモスの軌道となっています。火星の衛星であるフォボスとダイモスは、その公転軌道が火星の赤道とほとんど一致していることが知られています。そのことから火星が形成されたのとほぼ同時にこのフォボスとダイモスという2つの衛星が形成されたというふうに考えられてきました。ですが実際にはこちらの内側のフォボスよりも小さくてさらに外側を公転するダイモスに関してはその公転軌道が厳密に言うと 1.8 度傾いていることが知られています。この 1.8 度という傾きに関しては割とまあ小さな値ではあるのでそれまで多くの研究者は重要ではないというふうに考えてきたようです。ですが、その中でSETI研究所の研究者たちは、この小さな軌道の傾きに注目しました。そこから過去の火星で起こっていたかもしれない興味深い事実が明らかになりました。外側を公転するダイモスの傾きは、実は内側の衛星、フォボスの重力的な影響が大きく関わっているようです。フォボスは、太陽系内で最も惑星の表面から近い位置を公転する衛星でもあって、火星の表面からわずか 6000km という非常に近い位置で公転していることが知られています。このように、フォボスから見ると本当に火星が迫力があるように見えますね。そんなフォボスは現在火星に毎年 1.8cm ずつ近づいているということが明らかになっています。今後も徐々に接近していって、今から5000万年以内には火星に近づきすぎるために粉々に砕かれてしまうというふうに考えられているんですね。はい。このように惑星に近づきすぎるとその重力の影響によってその周囲に公転する星というのは砕かれてしまうんですけど、砕かれたフォボスは火星の周囲にこのようなリングを形成すると考えられています。ですがそのリングの一部の大きな破片は周囲の破片との相互作用によって火星から徐々に離れていって元のフォボスよりも小さい衛星として生まれ変わるというふうに考えられています。その後リングが消えると小さくなった次世代のフォボスが徐々にまた火星に近づいていってそれをまた砕かれてリングになってそして新しいより小さな次世代のフォボスができてさらにまた火星を公転するようになるというサイクルを繰り返しているそうなんですね。そのようなサイクルを起こしているということは現在存在するフォボスもかつてはより巨大な天体であってそんな仙台のフォボスが砕かれるたびに火星には巨大なリングができたということになります。ちなみに現在のフォボスは3代目のフォボスだそうなんですね。そして仮に最初の世代のフォボスが現在の3代目のフォボスの20倍の質量を持っていたとすると外側の衛星ダイモスと相互作用を起こして現在のそのダイモスの 1.8 度という傾きを説明できるというふうに発表されています。ちょっと話が難しかったのでまとめると、まあ、ダイモスのわずかな軌道の傾きから、火星とそして内側を公転するフォボスにかつて起きていたと考えられている壮大なストーリーが浮かび上がってきたというわけなんですね。巨大なリングを、まあ、そのフォボスが砕かれるたびに持っていたと考えられるのも驚きです。そしてこの仮説が正しければ外側のダイモスは形成から35から40億年ほど経っている一方で、現在のフォボスというのは転生を繰り返して3代目になっているので、形成から2億年程度しか経っていないというふうに推測されています。今後、フォボスやダイモスの探査が進んでいって、形成時期が明らかになることで、
今回解説した火星の過去が本当に正しいのか否かというのが明らかになるかもしれません。今後の動向に期待せざるを得ませんね。はい、ということで今回の動画は以上になります。この宇宙ヤバイチャンネルではこういった最新のニュースとか、あとは雑学といった宇宙関係の動画を毎日更新しているので、興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。それでは中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。宇宙ヤバイチャンネルオリジナルペンダントが好評発売中です。 Twitter とブログもやってるので、この動画の概要欄からぜひご覧になってみてください。